今回はなんと私、スタジオを出まして、京都に来ております。でここはどこかと言いますと、なんと任天堂の本社でございます。もう本当にね、素晴らしいところにお邪魔してちょっと緊張しておりますが、で、どなたにお話を伺うかと言いますと、まあ、これはゲームを知っている人間にとってはもう神様と言っても過言ではないと思います。任天堂の宮本茂さんです。よろしくお願いいたします。どうも、どうもお久しぶりでございます。お久しぶりです、まあ、今回お邪魔しましたのは、はい、まあ、なんと言いましても発売間近でございます、はい、ね、ゼルダの伝説がいよいよ、はい、登場するということでございますね、時のオカリナ、はい、まあ、お話というよりはゲームのシステムとか遊ぶ内容自体がすごくシリーズをちゃんと、なるほど、継承してると。それからリンクっていうそのプレイヤーもずっとシリーズ通して同じようなタイプの人、まあ、時代設定でいうと少しずつ違うんですけどね、多分これがね、いろんな今までのシリーズの中の一番昔のお話ということになってます。一番昔の話ということになるわけですか。でやっぱり相変わらずガノンドロフっていう悪党が出てきて、でそのガノンドロフ とゼルダ姫とリンクがトライフォースを巡っていろんな争いをすると。これは同じなんですけど、ね、主な登場人物はもうシリーズの中で通ってた、その同じということですね。そうですね、ただ今回は新しいいろんなキャラクターが出てくるので、それが楽しみなんですね。これが楽しみ、そうですよね、どういったような、水に住んでるゾーラ族っていう人たち、それはちょっと妖精のようなこう半魚人のような人たちなんですけどね。あとは、ゴロン族っていう岩を食って生きてる山にいるゴロゴロして転がってるやつ、それからガノン の種族であるゲルド族という砂漠に住む民っていうのがいてね、いろんなこう個性的な人種がいっぱい出てくるんですよ。それが割と楽しい。今回はこれ出来上がるまでっていうんですか、結局どれくらい時間かかるものなんですか。そうですね、だから単純に言えば前のから言うと5年かかっちゃったんですけども、まあ構想を練ってる時間、それからいろいろ本を書き溜めたり、ね、素材を書き溜める時間、それから実際制作する時間ってありますからね、で制作に入って、3年ぐらいです。はあ、これは最初の1年目っていうのはいろんな64を使った基本実験をしますから、例えばモーションキャプチャーっていってこういういろんなセンサーを使って動き回るやつを取り込んでスタイル、ちょっと待ってください、モーションキャプチャーっていうんですよ、はい、でこれはもう僕らが使ってる間にもどん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 世代が進化していったんですけども、基本的には人間の体にこうセンサーをつけて、いろいろつけてでこう踊りますよね、はいはい、でこの踊ったデータを誰のデータであってもそれをリンクにポンってはめてやるとリンクがその人のような動きをする。はあ、ですから滑らかな動きになるわけですね。そうですね、その中でほとんどリンクはその人の動きで動いてるんですけどね。あ、そうですか、なるほど。そんな実験とかをしてると1年ぐらいあっという間に、あ、別にそうか、最初の1年って真剣にならないで飲み食いしてたから遅くなったらそういうことじゃなくてそうですそうですか、真面目なんですよ。ちょっとポント町の方行くとかそういうことじゃなくて、あ、そういう実験で1年とそうですね、うん、でそれから具体的なこう政策に入っていくわけですね。ですね、一番苦労するポイントってのはどこにあるんですかね、新作ものを作るときに。毎回苦労するんですけどね、出来上がらなくて苦労するっていうのが一番大きなところなんですけど、最後の爪とかですか、だからこれいつできるんだろうと思うと真っ暗になる時期があって、これはねテレビゲームってほら誰かが作ったものをまた作るんじゃなくて、毎回新しいものを作ってるんですよ。だから、ゼルダでも今度全然今まで僕らが作ってないものを作ろうって始めたわけなんで、はあはあ、なんとなくその8つのダンジョンで RPG 風のゲームなら2年でできるだろうとかすごく雑な見積もりで始めちゃいますから、これがまあ一番現状その書いた本の大きさに驚いたりですね、こう作業の多さに驚くというのがこう一番の悩みですよね。これなんかはいかにこうリンクをその実際のその世界に生きてて、そこで動いてるように見せようかということですから、やっぱりこう水に足が触ってるのに波紋が立たないのはおかしいとかですね、砂の上なら滑ったら砂の音がしないといけないとか、いろんな欲が出てきますよね。それをこう足してるとどんどん時間が経っていくっていう。なるほどね、一番の見どころ、見どころ
というとゼルダどんなとこでしょうか。そうですね、各パートがその、シナリオのパート、それゲームデザインのパート、それから普通のデザインのパート、各パートがすごくいい仕事してるんですね、サウンドも含めて、でそれが結果的にどうなるかというと、実際ここにハイラルという国があるかのように見えるという、でこれが今回のゲームの最大のテーマで、なるほど、実際にそのゼルダのハイラルという箱庭へ行ってきたということを実現しようということをやりたかったので、だからゲームって何ステージある、アクションロールプレイングゲームとかいうふうに区切らずにですね、初めてやるこのゲームを見てもらうというのがポイントだと思うんですよ。なるほど。ゲーム作りのアイディアっていうか発想っていうのはどういうところから出てくるんですか。こういう今度こういうのを作ろうでしょうね。不思議ですね。このゲームを作りながら次のゲームを考えるということがまずすごく分かりやすくあるんですけどもね。なるほど、ここでやりきれてないこととか、こうしたら面白いなと思ったことがたまっていって次のゲームになるっていうのが一番簡単な方法ですよね。あとはね、やっぱり自分がその子供の頃からこう夢中になってたものとか、それから一人遊びですよね。自分一人でこうぼーっと景色を眺めてる時に、何か頭の中でして遊んだり退屈しのぎにいろいろしますよね。いろいろね、空想して、そういうものがだんだんこう今こう仕事でゲームを作るってことになった時に、掘り出されてくるっていう感じですね。小さい頃の、経験とかが生きたっておっしゃいましたけど、小さい頃はどんな子供だったんですか。一言で言うとね、頑張ればできるお子さんなんですけどねって言われてましたよね。なるほど。本当はがつくんですね。本当は頑張ればできるんですけどね。大変ですよね、いろいろ。で、すごく絵を描くことを褒めてもらったり、で割と人形劇を自分でやってたんですよ。だから僕人見座へ行って、そのひょっこりほうたん島とかを作りたくて、小学校の頃は。だから割と自分でこうモスラの人形を作ったり、いろんな人形を改造して指人形にして、で近所の子供を集めてこう。はあ、なんか作ったり、そういうパフォーマンス的なことも好きだったわけですね。すごく好きでね。へえ。で親が勝手に部屋に入り込むんで、脅かしてやろうというので、こう襖にこう紐をつけて、骸骨の人形をつけてブラーンってくるようにするとかね。そんなセッティングまでして。そういうことをして陰で見てるのが好きやったんかわかりませんけどね。ややこしいガキでしたね。3年かけて発売だという時にこんな話もなんですが、今後。今後なんかご予定はあるんでしょうか。南の島の後ですよね。これ今までになかったテレビゲームを作ろうということでやったんですけども、もっとなかったものを作りたいというのは基本的な姿勢なんですよ。だからもっとこれはゲームかと言われるようなものをまた目指したいっていうことですね。また2年ぐらいかかるんですけどね。また2年、2年3年かけて、今までなかったものを作っていくというのがもうこれがずっと基本姿勢で、とりあえず来年はそのディスクシステムでマリオアーティストとか、いろいろそのゲームのようでゲームでないものをいろいろ作っていきますし、そうですか。それが、夏頃までには出ていきますから。これはまた貴重な情報でございます。これからも我々は本当に楽しみにしておりますので、また素敵なこちらこそよろしく作っていただきたいと思います。今日はお忙しい中どうもありがとうございました。